ビルニエミネンは、フィンランド、タンペレ出身のアイスホッケー選手。ポジションはフォワード。地元のジュニアチームを経て、フィンランドトップリーグ SM リーガのタッパラタンペレに、所属する。1997年コロラドアバランチより、ドラフト3巡目、全体78位で指名を受ける。1997から1年は、アルノ・ハーシー・ベアーズでプレーした。 2000から2001シーズン途中に NHL に昇格する。レギュラーシーズン50試合に出場し、レギュラーに定着する。プレーオフでチームはスタンレーカップを獲得する。2001から2002シーズンもレギュラーに定着していたニエミネンだがシーズン半ばでピッツバーグペンディンズにトレードされる。 このトレードは1対2のトレードで、ペンギンス側は来日経験のあるダリウス・カスパライティスを放出した。2003から2004シーズン、ニエミネンはシカゴ・ブラック・ホークスに移籍する。シーズン半ばにカルガリー・フレームスに移籍し、プレーオフに進出する。チームは決勝でタンパベイ・ライトニングに敗れ、スタンレー・カップ獲得を逃した。ロックアウトによる、 シーズンキャンセルとなった2004から2005シーズンは、ニエミネンは、地元のタッパラ・タンペレでプレーした。2005から2006シーズンでは、ニューヨーク・レンジャーズでプレーするが、シーズン途中3のゼ・シャークスに移籍する。シャークスは、プレーオフに進出するが、チームは、セカンドラウンドでエドモントン・オイラーズに敗れる。オリンピックでは2002年、ソルトレークシティオリンピック及び2006年、 トリノオリンピックの代表に選ばれており、トリノではフィンランドの銀メダル獲得に貢献した。2006から2007シーズン途中、ニエミネンはサンノゼシャークスからセントルイスブルースにトレードされた。シーズンオフ、ニエミネンはブルースとの契約が切れ、スウェーデンのホッケーアルスベンスカンに所属するマルメレッドホークスと2年契約を結んだ。 スケーティングのスピードとパックハンドリングに優れたプレイヤーで、またチェックを得意とするハードヒッターでもある。アダム・デッドマーシュが移籍したコロラドでは、セカンドラインのプレイヤーを務めたが、基本的にはサードライン以降を固めるプレイヤーである。ニエメネンの一番の特徴は、何と言ってもプレイ中常に大きく開いている口である。あの口にはそのうちパックが収まるんじゃないか とコロラド時代の同僚のロブブレイクに言われるほどである。ありがとうございます。